しその私のなんとなくの解釈はその前半は特にちょっと悲しいけど前を向くぐらいの気持ちで、うん、後半がその願いとかちょっとこう上に向かってる感じの感覚の、はい、その歌の解釈なのかなって思ったので、うん、心は夢を脱ぎ捨てて潮に道を行く白い道を行くを割と極端に白い道を行くってがっつりやっちゃった方がサビにカッといけるかな、はい、でもすごく好きこの部分だから、はい、いやすごくリズムの理解ができました、うん、ありがとうございます、はいはい、もう一回やりますお願いします